天井がいた。はい、じゃあ、茂木さん、よろしくお願いします。はい、海洋研究会の茂木です。アンサンブル体育再解析っていうのを、僕自身が使い始めて8年ぐらいなんですけど、で、8年前に、まあ、その体育再解、アンサンブルの体育再解析ってものにちょっと惚れ込んで、まあ、それを普及し続けて、で、まあ、ここまで来たっていうところをちょっとお話ししたいなと思ってですね。で、まあ、いろんな現象について使えるデータセットだっていうことをいろいろ主張してきたんですけど、今日はまあちょっと MJO っていうですね、まあ、あの一般のデータで今まで見ててなかなかその、現象としてなかなかつかみどころがないところも、まあ、こんな使い方があるんじゃないかっていう話をしたいなと。はい、で言いたいことはですね、あのまず一つはアレラ2という新しいデータセットになって、あの、まあ、ちょっと計測してみてくださいということが一つと、もう一つはですね、あのアンサンブルスプレッドっていうものに僕は惚れ込んでるんですけど、まあ、それが何をあの僕にそこまでハマらせたのかっていうとですね、まあ、過信と疑心のこうリスクがあるなと僕はデータセットを使うときにいつも思ってたんですけど、まあ、それを回避してくれるんじゃないかっていうふうに結果的に思った。で、MGO っていうちょっとわけのわからない現象だと思うんですけど、まあ、これでいけるんだったら、あの他の大概の現象でも、あのスプレッドの使い道って絶対見つかるんじゃないかというような、この3つがですね、言いたいことなんですけど、まあ、まず最初に言いたいのがですね、あのアレラ2っていうデータセットが、まあ、公開されるあの、公開されるとずっと言ってたんですけど、まあ、ようやく公開に至りましたので、まあ、この辺をちょっと、まず最初に、あの今日これだけ覚えてもらって、これで検索してくださいということが言いたいことですね。で、検索していただくと、まあ、開発者のホームページに行ってですね、まあ、実際にどういう研究事例で、まあ、このアレラ2が使われて、まあ、どういうふうに評価されたとかっていうことも含めてですけど、まあまあ、そういうことも含めて、まあ、ダウンロードに価値があるかどうかっていうのはですね、まあ、このサイトで結構表現されてされていると思いますので、で、まあ、ちょっとここでは簡単な概略だけにしますけど、まあ、解像度で言ったらまあ普通の体育再解析と基本的には普通とあんまり変わらないですね。1度1度で、まあ、延長レベル17層ぐらいに P 面になってますけど、でアンサンブル数が63個のメンバーがあって、で1個の変数について63個答えが出てくるって話です。で、まあ、観測としてはどんなものは増加しているかっていうのは基本的に一般の客観解析とそんなに変わらない。ちょっと衛星データで使え、アンサンブルの手法としてちょっと取り込めてないものがありますけど、まあ、それグラツのオープンアップの形ですけど、グラツ持って使ってらっしゃるのであれば、まあ、とりあえず開いてみることは簡単にできます。で、まあ、機関としてはですね、以前まで紹介したときは本当にまばらだったんですけど、まあ、だいぶ揃ってきたということで、まあ、これ5年分近くで、まあ、今年も今も計算続いているので、リアルタイムに追いつくっていうのはまだちょっと難しいですけど、まあ、これぐらい溜まってくると、まあ、だいぶ使い道は出てくるんじゃないかなと。で、いくつかの台風の事例をいくつか集めてみるとかです
ね、まあ、そういうことはできるようになってきたんじゃないかな。で、まあ、実際我々もそういうことをチームとしてはやってる。で、僕はですね、なんでそんなにアンサンブルスプレッド、アンサンブルスプレッドってずっと言ってきたかっていう、まあ、そんな話をですね、ちょっとしたいなと。で、自分でもよく分かんなかったんです。よく分かんなかったんですけど、まあ、これ、なんていうか、一つの変数だけを信じるっていうのはものすごく怖かったんですよ、かつては。どんないいモデルを使っても、どんな素晴らしい客観解析があったとしても、それは怖かった。だけど、まあ、それをスプレッドっていう、ちょっと、一つ離れた視点を持つことで、まあ、僕はちょっと解放された感じがあった。で、スプレッドって何かっていうと、まあ、アンサンブル手法っていうものを分かってらっしゃる方であれば、大体分かると思うんですけど、普通はまあ、正しいと信じたい1個の信じがあって、そこから1個の予報を投げて、で、観測データを取り込んで、まあ、もっともらしいものを作りましょうってやりますけど、まあ、ちょっとそれをばらつかせて、63個分ばらつかせて、で、その幅もデータとして出しましょうっていう話です。で、観測を取り込んだ後も、一番もっともらしいと思いたい値の周りにもある程度ばらつきが残ってるはずなの で、それをちゃんと情報として正直に出しましょうっていう話。で、この、まあ、これを、まあ、ニアリーイコール誤差ですけど、この誤差と思えるものが普通はなかなか手に入らなくて困ってるわけですけど、まあ、これをだから気候値分散とかでいいのかっていう話ですけど、瞬間瞬間ね、そのグリッドポイント、その変数に対して瞬間瞬間に誤差っていうのは本来はあるべきなのに、それなしにして気候値分散とかで、まあ、置き換えてやってきたわけですけど、やっぱそれはスプレッドの方が僕はいいと思うっていう話です。で、まあ、見てると、まあ、例えば単純に上乱の存在があればそれを反映するはずですね。でその瞬間的に、だ気候値分散でやったらこういうものは出てこないんですけど、上乱が存在してますよ、乱れてるんですよ、誤差絶対大きくなりますよっていうのは、そのスプレッドの分布として明らかにそういうふうな見た目として出てくるはずですということと、あとはですね、観測点密度も当然反映されるはずで、観測点がたくさんあれば取り込まれてるはずなので、そのスプレッドはちっちゃくなるはずです。で、だけど観測点が荒いところとか、まあ、あとは観測頻度も反映されるんですけど、結局観測点があるのにあんまりちゃんと観測されてないみたいなことも、結局スプレッドを見ればある程度判断できる。で、そういうことって普通の客観解析とか、まあ、普通のシミュレーションモデルってこれが正しいのかな、どうかな、で、その次の物理プロセスはの検証がどうのって話になると思うんですけど、そこに行くまでがすごいこうモヤモヤするじゃないですか。で、だからこういう、まあ、スプレッドみたいなちょっと客観的な離れた指標を使うと、まあ、僕の中で一番嫌だったものっていうのがこの2つなんですけど、過剰に疑いすぎて解析が全然進まねえっていう段階ですね。で、これ多分誰しも経験してると思うんですけど、でここをかなりスプレッドを、まあ、ある程度パッと見ておくことで、割と気分よく前に行けるということと、で過剰に信じすぎて結果的に出した成果がなんかそれどうなのって話になることもあると思うんですね。で、まあ、この2つはか同じことを言ってるような気はするんですけど、まあ、これを、まあ、スプレッドってちょっと別次元 の指標を持ち込むことで、まあ、僕の中ではですね、だいぶ、まあ、回避できるんじゃないかなと、まあ、排除するって言ったら言い過ぎかもしれませんけど、まあ、こういう指標が出てくるっていうのは、まあ、これから先、まあ、どんなにモデルが精度が高くなっていても、まあ、この次元が増えるってこと自体は世界として、まあ、そっちの方向に行くんじゃないかなと僕は思って、で、まあ、具体的にじゃあ何なんだって話をちょっとしたいなと思うんですけど、まあ、MJO っていうですね、まあ、熱帯で、まあ、最も謎な現象とされてる、まあ、すごく規模の大きい現象ですけど、まあ、そいつについて僕なりに、まあ、スプレッドで何か見えてこないかということをちょっとやってですね。で、まあ、MJO ってちょっとご存知の方はどれぐらいいらっしゃる、初めて聞く方はいらっしゃらない、初めて聞きました。大丈夫ですか。まあ、インド洋でできて、東に進むっていう、まあ、ゆっくり進むっていう、まあ、大規模雲群のことですね。で、まあ、何千本と論文が出てるんですけど、まあ、未だなんで東に行くのっていうことが解決しないとか、そもそもこいつが出たっていうその瞬間を認識するインデックスみたいなのをどうやって定義するかみたいなことを延々と議論してるような、で、その、まあ、それを
例えばなんかその何十日のフィルターをかけて、空間規模をどういうフィルターをかけてとかって結構一生懸命やるんですけど、まあ、なんとかして客観的になりたいと思うんですけど、それがなかなかそのフィルターを作る側自体でなかなかそこにも姿勢があるんじゃないのみたいなことも入ってきちゃうんですね。で、まあ、これに取り組み始めたきっかけは、まあ、こういう心理ってですね、まあ、すごく大きな大規模観測があって、まあ、普段ほとんど観測点がないインド洋上で、まあ、集中的にまあ船に世界各国から持ち込んで、あるいは陸上もモルジブとかセーシェルとかに観測点を追加して、まあ、ある程度インド洋ってものすごい誤差が大きい領域なんで、客観解析そのまま使うとものすごい怖い領域なんですけど、まあ、これぐらい同化できればこの機械に関してはだいぶ使える状況になるだろうと。で、まあ、そういう前提を揃えた上でスプレッドも見てみようっていうようなことをちょっと僕は思っていたんですね。で、まあ、非常にこんなことに MJO っていうのはなかなか捉えようとしても難しいですけど、まあ、観測期間中3つも取れて、で、じゃああれが2だけで心理期間中の MJO なんか見れないかなということで、まあ、ちょっと1つ目だけ今日サンプルとして見せますけど、まあ、豊富村でこう雲としてはこんな風に動きます。で、ね、MJO に伴って西風が分布しますみたいな炎色なんですけど、でこれで見たときに、まあ、これ普通の客観解析として西風の分布が出ますね。で誤差がどの辺がどこが大きくなると思いますっていうことをちょっと想像してほしいんですけど、まあ、対流がこの辺に立ってますよと。で西風がここにいきなり現れるっていうのが、まあ、MJO の特徴なんですけど、誤差がどの辺に大きくなるかということをちょっと想像してほしいんですけど、まあ、こんな分布になるんですね。で僕は最初西風バーストって言われるぐらいなんで、西風が突然吹くところ自体が誤差大きいと思ったんですけど、実はその西風が吹き始めるその直上で誤差がものすごく大きくなるという、まあ、ピークが見えるんですね。でだから同じ客観解析でも誤差が大きいとか小さいとかこれだけまばらになってるっていう事実を知るだけでもそうですけど、 MJO 自体の性質自体もこの誤差の中にかなり含まれてますよね。で、まあ、ちょっと誤差のピークをいくつか名前つけてやってですね、でまた水平の東西方向の断面に戻してですね、まあ、生で書くと、まあ、インド洋ってそもそもとにかく、まあ、観測を追加して同化したとしてもやっぱり同化結構な、まあ、東西風で1メートル以上とかですね、誤差がある。でこれはまあアンサンブルスプレッドの指標としての話ですけど、でもまあ実際にもそれぐらいあると思った方がいいっていうことは少なくとも分かります。でこれを各経度帯で誤差の平均値を取って、それでまあちょっとノーマライズをかけてやると浮かび上がってくるのが MJO そのものが出てくるんです。でこれ普通はいろいろフィルターとかして頑張って出してくるものなんですけど、まあ、こういったスプレッドの仕様だけだともうそもそも MJO が暴れてるよっていうこと自体は反映してるので、まあ、そのまま見ただけで V だろうと T だろうと、まあ、雲水とかです、まあ、全てにおいて出てきますけど、まあ、出てくると。で水蒸気なんかも出てくるんです。水蒸気だけが変わったことによって、ね、MJO と一緒に投進するんじゃなくて MJO の前面に対して精神で入ってくるみたいなちょっと別なモードが出てくるっていうのも、これ MJO を見るときにこんなのいたんだというのはスプレッドから見えてくるんですよ。でこれ、まあ、今事実だけをまとめると力学場としての不確定性 UVT に対しては MJO と一緒に等身するものとして単純に見えてくるんですけど、水蒸気だけ何か精神 MJO に対して入ってくる方向でスプレッドが見えてる。でこれ事実として見えてくるっていうのはこの MJO を研究する上で、まあ、ちょっと新たな視点を見せてくれるなっていうのと、まあ、観測をやる側からすればじゃあどこの観測をもっと強化したらいいんだっていうヒントになりますよね。だから力学場の不確定性が西側で大きいんだから風の観測を増やした方がいいんだとか、水蒸気の観測をインドネシアの方で増やした方がいいんだとか、そこが具体的になってくるっていう意味ではまあ、あれが2だけができる話がちょっと見えそうだなと。で MJO ほどちょっとわけのわからないものでもなんとか対処できそうだということで、まあこんな特徴のあるデータセットを、まあ、ちょっと布教した8年ですけど、まあ、これから僕はアンサンブルスペース何でもかんでもアンサンブル化していくだろうなっていうのが僕のイメージなんですけど、まあ、ぜひ取っかかりとしてあれを使ってみて